こんばんは、満月の飲みおねえです。今朝の朝立ちチェック、それから JKB 持続可能な勃起力を鍛えるための3つの課題やってきてくださったでしょうか。3つの課題の詳細は動画の最後と、この動画の下、タイトルの下の細かい文字のもっと見るのところをピッと押すとピュッて全部出てくるのでチェックしてみてください。さて、今日のテーマなんですが、妻だけ ED だけじゃない、夫だけ ED、これね、意外と多いんだぜっていう、この今日はお話をしていきたいと思います。セックスレスとか ED とかのテーマの時に、こうたびたび紹介してきた妻だけ ED、他にはよそではお尽力に問題がないのに妻とだけ立たないタイプの ED のことですね。これ、ご紹介してきました。で、これはどちらかというと心因性の ED の一つというふうに言われています。で、このね、妻だけ ED って、多分男性はね、あるあるだと思うんですよ。そうなんだよ。外では可愛い女の子には立つのに、みたいな。うちの嫁はもう大人捨ててるからな、みたいな。まあ、うなずく方多いと思うんですよ。でね、男性にとっては不妊とか、あと離婚の原因にもなりうる上に、結局さ、レスになると、こう、不仲の始まりみたいなところあるじゃないですか。そういうね、深刻な話だと思うんですね、妻だけ ED っていうのは。ただ、実はですよ、これね、男だけじゃないんです。妻も同じような悩みを抱えているんです。これね、実はそういう事実男性知らないと思うんですよ。同じような夫だけ NG、 夫だけ ED、 まあ女の人だから ED とは言わないか、夫だけ ED、 これ男性にとって悲しいけど意外に深刻ってこと、ここ書いてるんですよ。あるある、夫だけ NG、 あるあるです。2回言いました、大事なことだから。だから俺はもう妻には立たねえぜとかって言ってる場合じゃないんだよっつうことなんですよ。悲しいけど意外と深刻ってね、台本に書いてるんですが、そんな悲しいけどとか言ってる場合じゃないんですよ。これね、ちゃんとね、皆さん今レスだよ、妻に魅力を感じられなくてとかって言ってる男性の皆さん、今日最後までちゃんと聞いてください。はい、ね、今日はね、その夫だけ NG について深掘りをしていきたいと思います。男性だけが知らない事実です、これ。はい、夫とだけできない、こういう妻も意外と多い、てかいっぱいいるよ、あるあるです。そしてそこには、妻だけ NG と似たような共通点があるようです。はい、まず妻だけ ED の復習しましょうね。この AV とか妻以外の、まあ、お遊び的な、女性には性的な刺激によって正常に勃起する、ものの、妻との行為の時には体が反応しない、まあ、立たないっていうことですね。で、この原因っていうのが精神的な負担とかマンネリとかというふうに言われています。で、これって男性からすると恥ずかし、こう立たないっていう時点で恥ずかしかったりするので、こうマンネリ化してとかって、まあね、言わないじゃないですか、原因を。そうすると奥様からするとどう思っちゃうかというと、 ED もしくは中折れ状態になることによって愛情が減ってきてるんじゃないかってね、疑い始めるんですよ。私じゃダメじゃないの、私じゃダメなのかみたいなね。ってことは浮気してんじゃないみたいなね、私の魅力が足りないんじゃないみたいな感じで、どん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 こうネガティブに考えて、夫婦間のトラブルにつながったりとか、不仲になるっていうね、パターンも結構多いんですよね。じゃあ、その妻だけ ED を踏まえた上で、夫だけ NG の実態についてね、お話ししていきたいと思います。つかさ、夫だけ NG ってめっちゃ怖いワードですよね。妻だけ ED もそうだけど、夫だけ NG ってもっと怖くないですか？あのね、とある雑誌の調査によると、今現在夫がいるとか、特定の彼氏がいるとかっていうアラサー女性にですね、パートナー以外と体の関係を持ちたいと思ったことありますかっていう質問をしました。はいと答えたのは何パーセントだったでしょうか？案外多いんです。57%。怖いですね。でね、実際の例で言うと、恋人夫婦仲研究所の所長さんによるとですね、夫とはときめかない、夫とはキスしたくない、夫とは濡れない、
こういう相談多いんですって。これを見てる女性の方だと多分そういう話って普通によくあるよねっていうぐらい女性の中ではこれ当たり前事項となってると思います。はい、でもね、衝撃的ワードですよね。夫とはときめかない、夫とはキスしたくない、夫とは濡れない。いやーね、だけどね、一個ねちょっとこう問題点とかなんていうんですかね、そういうところがあって、男性って勃起しないと性って成立しないじゃないですか。だけど女性は夫とはしたくないって思っていても、でね、多少濡れが悪かったとしてもどうにか物理的にはできてしまうっていうところがあるんですよ。で、ということはどういうことかというと、つまりです、セックスはしたくないけどできるもの、夫とのセックスは早く終わってほしい。なので、相談所に来る女性の9割が夫とのセックスで言ったふりをしたことがあるということだったそうです。これまだここにね、物理的にはどうにか多少濡れが悪くてもできるみたいに今言ったじゃないですか。まだこれまだいい段階だと思います。これが進むと本当にこのね、おまた膣がですね、入ってがないっていう状態になってきます。これ最近もね、お話ししてたんですけど、貝のように閉じちゃって、お股がですよ、膣がこうね、ね、これがこうして挿入されるじゃないですか。もうここが本当にペチーンって鍵閉めたみたいに入らないっていうことって女の人ってあるんですよ。それはやっぱりもう気持ち的に閉じちゃうとお股も閉じるっていう風に覚えておいてください。はい、じゃあ夫だけ NG の原因なんですけれども、夫を拒否する要因としてはもうこれ、いや不潔とか汚さが多いんだって。なんかやだよね、今日の話ね、耳が痛いですよね。でもちょっと皆さんね、思い起こしてみてくださいね。不潔と汚さが多いです。だけどもその根底にあるのが、実はこの不潔と汚さは上の方で、その根底にある原因というのが性的技術の未熟さが多いんですって。これねで、挙句の果てにですね、子供のことで疲れてるのとか、明日お弁当作んなきゃいけないからみたいな感じで、子供に絡めてね、拒否をしたりとか、仕事か翌日の状況とかね、当たり障りのない理由で拒否する奥様が多いそうなんですが、いずれも女性の場合はですね、ベースにあるのはセックスが下手っていう思いが多いみたいです。ただこれ一つ私言わせていただきたいのは、夫だけにしてもらおうとするなよっていうのは、私これ思います。一つ擁護するのではありませんが、弁護するのではありませんが、夫に全部してもらおうと思うのは良くないと思います。ただし、全体的に女性も男性も性的技術が未熟だなっていうのは、事実としてあると思います。だからお互い切磋琢磨しなきゃいけないんだけども、お互いこんなもんでしょうって思ってるから、これ以上発展しないみたいな、かつ、いろんなもう大変な疲れてるとかね、いろいろあるし、あとそもそもなぜこの人にとキスしたくないのか、夫には濡れないのかって、やっぱりマインド、このコミュニケーションのところですよね。ここかかってくると思うんですよ。これが絶対多い。なので、技術の未熟さもちろんそうだし、マインド、コミュニケーション不足、ここら辺を、根底として考えていただき、上辺の不潔さ、汚らしさっていうのもね、本当にこれ侮れませんので、やることいっぱいありますね。はい。ただし、意外な共通点もあるようです。実際の結婚生活はどうなのかっていう風なところなんですけれども、実は妻だけ ED 夫も、夫だけ NG 妻も、離婚を考えている人はせいぜい1割ぐらいってことなんですって。あのですね、なんかそんな、まあ、セックス
諦めもうなくてもいいかなみたいな諦めモードで、でも子供もいるしとか安定した生活をとかいろいろ考えて別れない方が多いみたいな感じなんじゃないですかね。で実はですね、法律でも1年以上正当な理由がなく性行為を断られたら、離婚の要件として認められるということなんですね。で実際に性的不一致が原因で離婚する夫婦も少なくないそうです。ただ性行為の拒否があることからすぐに離婚が認められるっていうわけではなくって、一方的な性行為の拒否というのが夫婦間の愛情の喪失を示すものだったりとか、性行為が不能であることを婚姻にあたって婚姻する結婚するときに隠していたというような場合には離婚原因にあたるというふうにされているようです。ということで今日はね、耳が痛いね、夫だけ NG 妻に対してのお話でした。妻だけ ED もめちゃくちゃ多いんですが、夫だけ NG っていうパターンもね本当に多いです。妻だけ ED というのは、ね、結婚とかね出産が原因となったりとか、あとマンネリとかっていうのもあるんですけれども、夫だけ NG の場合はですね、夫の性的未熟さとかコミュニケーション不足っていうのが、理由になってるというね、本当にね悲しい事実、これ男性はちゃんとね、分かっておいた方がいいかなと思います。ただ実際にそれが理由で離婚を考えてる人っていうのは1割ぐらいだし、お互いになんかねこう性的に不満を抱えつつも夫婦生活をどうにか成り立たせるっていう人がほとんどのようでした。それともセックスっていうのはですね、夫婦の親密さにとってはめちゃくちゃ大事なことですのでね、だから勃起力だけ鍛えてもダメなんですよ。勃起力だけ鍛えても使うところがない妻と不仲、これ意味ないじゃないですか。なのでコミュニケーション、妻との関係性やっていきましょうね。ということで最後に JKB 持続可能な勃起力を鍛えるための3つの課題についてです。1つ目が運動です。筋肉を鍛えることによって勃起力に大事な、男性ホルモンの分泌をサポートしてくれますので、とにかく毎日続けられることをやってみてください。ジムに行く時間がない方も朝晩、通勤時に一駅歩く一駅ウォーキングなどがおすすめです。2つ目が生活習慣の見直しです。食生活、ストレス、睡眠なんかですね。でその中で足りない栄養素をサプリで補うことをおすすめしております。ミョンおすすめのこちらのエールマカサプリなんですが、あの3つの課題と通じてるので私ね好きなんですね。まずは、ぐっすり眠れて朝の目覚めが良いで、そのことによって朝から活力的に動けて夜まで仕事がバリバリできる、仕事の効率もアップしたという声もいただいております。そして疲労感がなくなって体力がみなぎることで、夜の活力にもつながって回数、持続力、満足度がアップしたという声もいただいております。さらには仕事もプライベートも両方諦めなくて良い、両方つかみに行くぜというね元気が湧いてきて、それが自分の自信につながるという声もいただいておりますので、ぜひ試していただきたいんですけれども、まあサプリなので1日2日飲んだだけではあまりわからないので最低3ヶ月は続けていただきたいんですね。今回は初回1ヶ月分は500円で試せるキャンペーンやっておりますので、必ず概要欄の URL から購入するようにしてください。3つの課題、3つ目がリラックスです。心のリラックスも体のリラックスも両方大事です。お家に帰ってきたらスーツを脱いで体をハッとリラックスさせますよね。だけども下着はそのままですが、下着も締め付けゼロのふんどしパンツに着替えて夜の間は締め付けゼロ、これを目指してみてください。とはいえふんどしパンツなんだろうな、どんなパンツでも一緒じゃないと思う方多くいらっしゃると思うので、そういう方はですねレビューショップのレビューを見ていただきたいんですよ。いろんな方がいろんな角度でいろんなレビューを書いておりますので、きっと参考になると思います。質問やお悩みがある方は私の LINE に連絡をください。私が直接お返事をしております。先行案内、限定案内なんかも LINE からしておりますので、質問ないよっていう方もとりあえず LINE を登録してスタンプですね押してもらえたら私もスタンプをお支払いします。インスタ、ツイッターで私の普段の様子とか、あとショート動画アップしておりますのでチェックしてみてください。YouTube これ皆さん動画見ながらチャンネル登録してくださってますか？なんかまだだよっていう声が聞こえたな。まだだよって方は今すぐチャンネル登録をお願いします。 LINE、ツイッター、インスタ
YouTube、 それからふんどしパンツのショップの URL、 サプリの URL、 これら全部まとめて概要欄に書いてますのでチェックしてみてください。では次の動画までの宿題です。3つの課題やってくること、ふんどしパンツのレビューをチェックすること、サプリをチェックすること、そして YouTube をチャンネル登録すること。では次の動画まで宿題ちゃんとやってくるんですよ。満月堂のみょんねでした。バイバイ。